核兵器と核軍縮。はい、どうもミニ池先生です。さあ今回は核爆弾と核の歴史について見ていきたいと思います。核兵器の威力ってなんで半端ないんでしょうか。そういったところも含めて見ていきたいと思います。核軍縮の歴史は必ず見といてください。広島長崎に原爆が投下され、さらに1954年第五福竜丸被爆事件というのがありました。核戦争一歩手前のキューバ危機からの部分的核実験禁止条約からの拡散防止条約からの全廃条約からの包括的核実験禁止条約、そして2017年には核兵器禁止条約。軍縮は流れを見てください。先生、核兵器ってそもそも何なの？核兵器の仕組み見ておきましょう。天然のウラン、ウラン238、ウラン235、ウラン234というのがございます。この写真は紫外線を当ててウラン成分を光らせたウラン鉱石って呼ばれるもんな。その中でもウラン235だけ唯一中性子を吸収すると言われています。中性子がウラン235と反応して核分裂というのが起きます。その時に発生するエネルギーが凄まじいものだと言われていて、炭素1つと酸素2つが反応して二酸化炭素ができる時に放出されるエネルギーの 6.5 億倍のエネルギーが生み出されると言われています。さらにこの核分裂が起きた時に核分裂生成物ができるけど中性子も発生するということ。ということはやで、中性子がウラン235と反応して核分裂を起こす。さらに中性子が生まれて、さらにウラン235と反応し核分裂を起こす。するとまた中性子が生まれてウラン235と反応していきます。このように数珠つなぎのようにどん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 反応していく状態を連鎖反応って言うんだよ。原子力発電の場合危ないのでこういった状況をゆっくり起こすんですが、連鎖的にスピードを速めて強烈な爆発力を持たせたのが核爆弾、いわゆる原爆ってやつです。アメリカ、イギリス、カナダが原子爆弾を作っていく計画、マンハッタン計画というのを立てます。そして初めての実験がこちら、トリニティ実験と呼ばれる実験ですね。この写真がその威力の凄さを物語っていると思います。そしてトリニティ実験を経て1945年8月6日広島にリトルボーイが投下されます。広島市の人口35万人のうち9万から16万6千人が被爆から2から4ヶ月以内に死亡、56万人が被爆しました。広島は平野部だったため被害が大きかったと言われています。1945年8月9日に長崎にファットマンが次は投下されます。こちらの方はプルトニウム爆弾というものになって威力はより強いもの。長崎は原爆投下によって人口24万のうち7万4千人が死亡、建物は約 36% が全焼または全半壊しています。長崎に投下されたファットマンの方が広島の原爆より 1.5 倍威力があったんですが、被害が広島より少なかったのは山間部の谷に落とされたため、それが防壁になったと考えられているんです。この原爆投下から4年後、1949年ソ連が原子爆弾の実験を成功させる。1950年にはストックホルムアピールという形で原子力兵器使用禁止と国際管理が要求されました。なのに1952年イギリスが初の原爆実験を行います。ここで米英ソが持つことになるんですよね。さらに新たな兵器として水素爆弾が開発されます。水素爆弾は重水素と三重水素が融合反応をする形ですごいエネルギーが発生します。原子爆弾と違って核融合、これを利用します。太陽のエネルギーってね、この核融合の現象で発生しているので爆発的な力を持ってるんですよ。ただしこの核融合には何億度という高温が必要になります。それを起こすことがテクノロジー的に不可能だったんだけど、テラー博士は原子爆弾による超高温のエネルギーを使って核融合を発生させればいいではないかと考える。水素爆弾の父って言われたりするんだけど、この人、水素爆弾っていうのは核爆弾、いわゆる核分裂による原子爆弾というのが積まれていて、それが爆発して最強のエネルギー、そして高温の熱反応というものを生み出して核融合による水素爆弾を反応させるっていう凄まじい兵器だよな。全ての水素爆弾には原子爆弾の機能が含まれています。この水爆っていうのは非常に恐ろしいものです。1952年にアメリカが初の水爆実験を行い、1953年にソ連が初の水爆実験、1954年にアメリカが水爆の実験を行った際に第五福竜丸被爆事件です。ビキニ環礁でアメリカが水爆実験を行い、遠洋漁業を行っていた第五福竜丸が放射能灰、死の灰って呼ばれるものを浴びて乗組員の久保山愛吉さんが死亡した事件です。久保山愛吉さんは病床で、被爆者は私を最後にしてほしいという言葉を残しています。いつも被爆者は日本人です。こういった事件を受けて1955年にラッセル・アインシュタイン宣言、湯川秀樹らノーベル賞受賞科学者が9人加わって戦争の絶滅を訴え、世界全体の破滅を避けることを目的としています。同じく1955年には第1回原水爆禁止世界大会というのが広島で行われました。最初の被爆地である広島で開催、再びこのような悲惨なことを繰り返すなという被爆者の声が核戦争に向かおうとする米ソの核実験に影響を与えた。そしてここ品質なのが1957年パグウォッシュ会議です。
1955年のラッセル・アインシュタイン宣言を受けて、世界の科学者による平和のための第1回会議がカナダで開かれております。1957年同じ年には IAEA 国際原子力機関が設立されています。核の平和利用を促していこうという IAEA が設立されたんですが、1960年にはフランスが初の原爆実験を行ってしまいます。核戦争一歩手前になったっていう事件は1962年のキューバ危機やったな。1959年にアメリカの傀儡政権で軍事独裁政権のバティスタ政権をカストロとチェ・ゲバラが倒したキューバ革命が起きて、キューバが社会主義になったんだ。アメリカの下にあるここがキューバね。このキューバにソ連が中距離ミサイル核弾頭兵員を送り込んでいることが確認されたんやったな。アメリカは物資を運ぶソ連船の監視と海上封鎖を実施して一触即発ムードへ。ソ連はアメリカの対応を非難し、アメリカの偵察機を撃墜。核戦争一歩手前まで行ったんでしょ。結局ソ連がキューバからミサイルを撤去するという情報で全面核戦争は回避されました。1963年にホットライン、緊急通信線が結ばれて、核戦争を起こさないようにという形になったわけです。キューバ危機を受けて1963年部分的核実験禁止条約 PTBT 初の核実験に関する条約です。米英ソで締結されたんですよね。フランスと中国は不参加です。フランスは1960年に初の核実験、中国は1964年に初の核実験、1967年に水爆実験を行います。なのでこの段階では不参加だというのを表明するわけです。大気圏、宇宙、水中では実験禁止なんだけど、抜け穴として地下実験は OK って感じになっちゃってるよね。だから部分的。1967年には宇宙条約、宇宙空間における核兵器の配置と軍事利用が禁止されます。宇宙はみんなのもの。1967年にはトラテルコ条約といって、中南米諸国による核の製造、実験、使用の禁止を表明した条約です。1968年には核拡散防止条約 NPT が結ばれます。米英ソ仏中、この常任理事国だけが核を持つことにしよう、核は危ないので私たち以外が持つのをやめにしましょうって言ったことに対して、いやそれはおかしいやろということで、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮は未加盟です。1972年には画期的なサルト1第一次戦略兵器制限条約が結ばれます。米ソが所有することができる核兵器を何個までしか持っちゃダメと上限を決めたものでした。リミテーションでしたね。アメリカのニクソン大統領は中国訪問と同じ年にソ連との間で軍縮条約を結んだんです。非常に画期的な内容になっているので、これは注意ね。同じく7年後、1979年にサルト2第二次戦略兵器制限条約を結ぼうとしたんですが、1979年にサルト2が未発効になります。ソ連のアフガニスタン侵攻が原因でした。1987年には中距離核兵器全廃条約 INF 全廃条約が結ばれます。アメリカとソ連の間で結ばれたもんでしたね。ソ連はゴルバチョフ、アメリカはレーガン、ジョージ・ハーバート、ウォーカー・ブッシュの時です。アメリカの双子の赤字、ソ連のペレストロイカや新思考外交によって初の中距離核戦力削減条約というのが結ばれます。ソ連が大きく方向転換していく中で、1991年9のサンドイッチの時にスタート1第一次戦略兵器削減条約です。リダクションでしたね。こちらもソ連とアメリカの間で結ばれた話。ミサイル部分がこちら、そして核弾頭の部分が爆発する核物質が大量に詰まってるんですよね。ミサイル部分も核弾頭もどっちも削減していきましょうがスタート1でしたね。1993年、ソ連が崩壊してからスタート2、もちろんアメリカとロシアの間で結ばれていきます。ソ連の核兵器を引き継いだロシアが削減することになりました。ただしロシア議会の反対、アメリカ同時多発テロによってこのスタート2は破棄されたんですね。1990年代の一番の大きな条約としては、包括的核実験禁止条約 CTBT、 あらゆる場所で爆発を伴う核実験を禁止する条約 PTBT のさらに発展系と思ってください。ただしアメリカ、中国、エジプト、イラン、イスラエルなど未加盟で未発効になっているという点も注意です。サルト2、スタート2というのは破棄であったり未発効であったりしたので、2002年、米ロ戦略攻撃力削減条約ソートというのが結ばれます。10年間で配備数を1700から2000発に削減しましょうという条約ですね。さらに2006年には中央アジア非核地帯条約、中央アジア何々スタンっていうのがつくところが多いですが、その地域で核兵器の保有を完全に禁止する非核地帯条約というのが結ばれていきます。アフリカではベリンダバ条約、東南アジアではバンコク条約、オーストラリアやニュージーランドではラロトンガ条約というのが結ばれて、核を持たないでおきましょうってなってるんですよ。2010年にはかなり進展して新戦略兵器削減条約新スタートがアメリカとロシアの間で結ばれています。オバマ大統領とメドベージェフやね。戦略核弾頭総数を1550に削減しようという条約なんですよね。ただし削減するっていうのがね、解体じゃなくて貯蔵だというところが問題点として指摘されています。そして最後に2017年、核兵器禁止条約、核兵器の全面的廃止を目指す国際条約です。
核兵器の保有も許さないという内容になっているんですが、賛成が123カ国あるのに対して反対はアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、そして核の傘に守られている日本や韓国など38カ国です。棄権をした国も中国、インド、パキスタンなど16カ国になっていて、核兵器禁止条約というものが全世界で批准されるのが待たれます。核兵器禁止条約の交渉開始、支持のロビー活動を行う目的で設立された NGO ってやつやな、非政府団体、核兵器廃絶国際キャンペーンという団体があるんですが、これがノーベル平和賞を受賞しています。核兵器禁止条約に大きな役割を果たしたと言われている NGO 団体です。2018年にはアメリカが INF 全廃条約から脱退したというのも注目しておいてください。ソ連のゴルバチョフとアメリカのレーガン大統領が結んだものでしたが、アメリカのトランプ大統領がロシアがこの条約を守っていないと主張、 INF 全廃条約から脱退を表明、プーチン大統領はトランプを批判するという状況です。お互い減らしていくとね、中国を警戒できないというのが実は隠された理由ではないかと言われています。以上、長々と話してきましたが、この一覧表が非常に大事です。特にこの黄色の部分ですね、部分的に禁止して、広がるの禁止して、全体的に実験禁止して、最後は持つことも禁止って感じです。あとはサルト1、サルト2、 INF スタート1、スタート2、ソート、新スタートという流れですからね。制限してから削減するでしょ、流れをつかんでほしいなと思いますね。核兵器は非常に難易度が高い分野なんですが、流れをしっかりと理解して押さえておけば高得点につながります。頑張ってください。今日はここまで。